続く第3試合はつい先ほど終了。今大会初のタイブレークにもつれ込みました。13回先行走がワンアウト1・3塁とチャンスを広げると7番上原、このショートゴロの間に3塁ランナーが帰り待望の1点を手にします。その裏、武岡大は同じくワンアウト1・3塁とチャンスを作り、打席には先制タイムリーの鎌田。延長13回に及んだ熱戦は総に軍配。武岡大は2年連続タイブレークで涙を飲みました。悔いはないって言ったらあれですけど、流れてきたんじゃないかなと思います。